おはようございます。今日は1月23日、今週も始まったんです。あれですね、今週の1台目はシバリオのゴチェリー狙いで4戦負け、ウォーミングアップ完了です。11時半なんですけど、いやーゴールドで700枚800枚ぐらい出て、しかもチェリーで解除し2回して、それで天国上がって、いやいや、しかも投資1000円だし、それで今7000勝ちです。最近ね、本当すげえ調子いいんですよね。なんか常にビギナーズラックみたいな勝ち方してて、いやなんかもっとあ私名刺わからないでっちゅうみたいな感じで、もっと雑に打てばもっと勝てるかもしんねえな。ちょっと私名刺わからないでっちゅう作戦で今後打っていきたいと思います。なんか結局ですね、5時ぐらいまで打って、まあ、1万7000勝ちで終わったんですけども、なんかまた違う昔の知り合いとたまたまってですね、なんでこんな合うんだろう、立て続けるどっかでスタンバってんのかな、昔の知り合いが、わかんないですけど、なんか飲みましょうよみたいな感じになって、結局なんか、朝の2時ぐらいなんですよ。飲みすぎた。お疲れ様です。1月24日なんですけど、やばいっすね、本当にすげえな。 U タイム遠山の金さんで2万9000勝ちですね。いやすもう本当に最近引きがすごいな、本当に。いやもう本当にド直球に今人間設定本田翼ぐらいありますよ。やばいよ本当に。チャンネル名なんか鈴木のバイクに変えようかな。なんかホンダに対抗して鈴木でちょっと勝手にライバルチャンネルとしてやっていこうかな。どうしよう。
れ様です。今3時半なんですけどね、ちょっと台がなくて、あとなんか普段やっぱりちょっと激務なのか、そう、肩とか腰がちょっと張ってるんで、普通のマッサージ今から行ってきます。いや、めっちゃ首楽になったら助かるわ。いや、ちょっとレバーもスムーズに立てんね、俺腕も楽になったし。また現場に戻りたいと思います。今19時なんですけど、いやー、2万5000勝ちですね、今のところ。いや、助かるな、本当に。やばいな、今月の引き。今月に限ったら、イケメン弁護士よりも持ってんじゃないかな。ちょっとペアーズ登録しよっかな。肩書きなんだよ。30代引き強レバーって時で、ちょっとじっと、ペアーズ登録します。お疲れ様です。結局ですね。1万2000勝ちで終了ですね。いや、最後、小山金さんが一回やって、優待単発。ちょっとそろそろ、各編終了っすかね。ちょっとその兆しが、ちょっと思い上がってましたね。ちょっとペアーズは、ちょっと登録やめとくかな。これだけはうまいっていうのがありまして、ちょっとテイクアウトしたんですけども、こちらのね、ほうれん草のごまあえ、本当に絶品で。じゃあまずはちょっとビールですね。今日は1月25日ですね。いや、普通に今11時なんですけど、今日寝坊しちゃいまして、はい、いけねと思って、パーチへ向かって、チバリを見たら全台当たってなくて、5000円真っ赤い。絆2のコイン持ちの良さにちょっと
感動しますね、本当。ね、今なんてね、天井行くのに3万ぐらいかかって、その数とか6.5億。やっぱり6号機主義の時代は良かったな、本当に。最高中継 YouTuber になろう。というわけで、飯食ってんですけど。はい、サバね、サバらしいです。ああ、サバだ。6.5号機スマスロ、なんだかんだ言って2400倍以上出るけど、上限あるもんな。それに比べて5号機は朝1万ゲーム乗せて、あれこれ、閉店取り切れずじゃん。みたいに、決まることも多々あったし。ほんとに、5号機は良かったなぁ。ちょっと、俺しか多分やってないんで、天下取れると思ったんですけど、気持ちが下がるんで、解雇中継 YouTuber、今日で引退しまーす。お疲れ様です。今ですね、1時半ぐらいなんですけど、いやー7戦負けですね。はい、乃木坂打って、まあ、そんなことよりですよ、じゃーん、高校一のスプーン当たりました。いやーよかった、これ欲しくて高校一めちゃくちゃ通ってたからな、すげーありがてえわ。それでですね、このネーム入りマイスプーンっていうのがあって、自分だけのオリジナルチタンスプーンっていうのが551名に当たるらしいんですね。ちょっとパチンカス鈴木で送ろうと思ったんですけど、公序良俗に反したり他人の権利を侵害するなど弊社が不適切と判断した文字は無効とさせていただきますって書いてるんですよ。多分ギリアウトですよね。本名で送りたいと思います。今3時ですね。カバネリの380と480の転調した短縮の台打って、どっちも単発、今1万5000負けですね。あれもしかして、あれ人間設定パチンカス鈴木に戻ってない、まだまだ俺はマライアキャリーだわ、うん、こういうのって気持ちの問題ですからね。自分が人間設定パチンカス鈴木って思ったら、うん、そうそう、言霊となってそうなっちゃいますから。いや、まだまだ俺はマライアキャリーだって。今日すげえ寝起きとか良かったし。5時半なんですけど、まあ、ちょっと早いんですけど、今日はちょっと早退ということで
家でゴロゴロしたいと思います。まあ、今日は1万5000負けなんですけども、まあ、でもこのココイチのね、このスプーンが1万5000ぐらいの価値あるんで、実質チャラですね。エガちゃんがエガチャンネルでミスド食ってる動画バズったから、ちょっと俺もミスド食おうと思って買ってきました。普段ちょっと甘いもんあんま食わないんですけど、赤いのが赤いの美味しい。あれ？あ、髪がね。エンゼルクリームか。あと、こちらのポンデリングスってやつですね。ちょっとあの、エンゼルクリームはちっちゃい頃食べたような気がするんですけど、こっちはちょっと初めてなんで、こっち食ってみたいと思います。おぉ。あ、そんなに甘くなくてうまいですね。エンゼルクリーム、あー、めちゃくちゃ甘いな、これ。あー、でもめちゃくちゃ甘くてうまいです。というわけで、また明日。